さんどうもこんにちは、レッドメモリーのレッドです。今回はですね、九州のオートポリスで D1 グランプリ最終戦ということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は塚本選手で今回はですね、 D1 グランプリの最終戦オートポリス戦と D1 ライツですね、 D1 グランプリの一つ下のカテゴリーの最終戦が閉祭なんですよ。隣に見えるこちらスープラですかね。そうです、ハチマルスープラ、はい、今年から D1 ライツにハチマルスープラで出ているんですけど。今年からですか。まあ、今年からです。相性はどうですか。車はすごくいいです。もう動かしやすいし、タイヤもダンロップの G3 履いててグリップするし、で神経車両ミッションって言って、はい、もうアップダウンでガチャガチャするだけ、ゲームセンターみたいなやつ、ね、はいはい、なんですけど、まあドライバーがちょっといけてないっていう状況なんで、そう、またまたもうちょっとで、今回なんですけど、はい、塚本さんが普段皆さんが見れないようなところに案内してくれるそうなので、乞うご期待です。何だったのか、昨日許した山本さん、山頂優勝者やろ。いや、表情を撮り続ける。確かにそこカメラ1台いります。はい、ずっと待ってくださいっていうモニター見ながら。そうですね、はい、ちょっとワイプで抜いとかないとダメですか。でも、スイスの D1 グランプリオートポリス、どうか最後までお楽しみください、はい、ということでですね、今オートポリスをぐるぐる回っていたらですね、面白そうなシミュレーションをやってるところに来ました。こんにちは。こんにちは。ここは一体どういうところになるんですか。トヨタガズーレーシングのブースでして、グランツーリスモを使ったタイムアタックを行っております。トヨタさんにあるんですか。はい、トヨタのガズーレーシングです。今やってるのはグランツーリスモのそうですシミュレーション。そうです。サーキットもオートポリスが収容されているので、はい、実際にこの今展示されている GR スープラを使ってこのオートポリスのサーキットを走るシミュレーションを行ってもらってます。じゃあこれは私もちょっと一回体験することができるでしょうか。もちろん、はい、大丈夫です。走らせてもらいます。2分4秒、早いですね。ベストタイム化け物です。みんな化け物です。難しいですね。難しいですよね。でも、はい、実際やっぱサーキットで事故っちゃったら大変なんですけど、まあゲームなんで ね、何回でもトライできますね。怪我せずすることもなく、こう実際のね車と同じ動きをするものがシミュレーションで体感できるので、まあこれをきっかけにまたサーキット行ったり、車の販売店行って車を乗ってもらったりとかできるといいなと思ってます。皆さん、ぜひトヨタガズレーシングをよろしくお願いします。よろしくお願いします。普段見慣れない場所に連れてこられたんです。もうね、私たちは D1 が走ってくるコースの中にいます。まだ何も走ってないんで、コース設営しているところなんですけど、実はこの後ろがですね、ジャッジの席ですね、審査員席になっていて、審判員がこの上にいます。この上で審査をするんですか。はい、上本審査員とか鈴木まなむさんが喋ってる席になります。そしてその後ろにある白いテントですね。あ、なんか怪しいテントが。はい、あそこがもうこの D1 グランプリのこう脳となる。ブレインですか。ブレインとなる。はい、D1 グランプリって前も伝えたようにコース使ってるんですけど、まあそういうシステムを管理してるところになるんで、ちょっと覗いてみます。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ちょっとこの、はい、お仕事中お邪魔させてもらいます。はいはい、ここが受信をする場所ですね。受信をする場所、はい、まあ、簡単に言うと度数の計測器自体は全部参加している車についているんですね、はい、でついている車両についている計測器からの計測結果を無線でこちらへ送信していて、それを受信する場所がここになります。ここの直接の数字を見るというのはできないんですけど、ここでその受信した数字を点数化する処理っていうのをここで全部やっているんですね。でその点数化する処理が行われた結果は、そのこちらの方のスポッター席だとか、あとビジョンに何点って出る、その点数っていうのは見れるようになってます。このドステントがなければこの D1 は成り立たないということ。そうですね、基本的にスピードだったりとか角度とか振りの鋭さとかいろんな採点基準があるんですけど、パッと皆さんが数字を見てわからない部分もあると思うんで、今回の審査コーナーっていうのがあってコース図をもらうんですよ、はい、でここがスタートでここがゴールですよっていうのがあって、その中に1セクター、2セクター、3セクターって区切られていくんですね。でその中でしないといけないことを書いてあるんです。スピード早く入ってきなさいねとか、振りを鋭く振ってくださいねだったりとか、ここは安定して回ってくださいねって、それぞれルールがあって、その中に点数があって、満点の多分30点満点、
20点満点15点満点の中のいろいろ点数があって、それを全部こう総合してドスが拾って、ここで計算をして皆さんの前に出していくんで、それがまあ97点だったりとか100点だったりする部分なんですね。ちなみに上にその審査員席があると思うんですけど、はい、今はもう全部ドスで点数とか出してると思うんですけど、審査員っていうのは今走ってる実況的になるんですかね、はい、基本的に D1 はドスで点を出すのと、あとゾーンを通らなきゃいけないんですね。四角く箱が書いてあったりとか、はい、クリップのポイントが書いてあるので、ゾーン1を取りなさい、2を取りなさい、取らなかったらじゃあマイナス2点ですね、マイナス1点ですねっていう形になっていくんですけど、はい、それをジャッジが見ます。そこも点数に影響してくる感じですか、はいはい、ドスの点数に例えばその赤い四角がついてマイナス2とかマイナス1っていうのはジャッジが見て、あ、車はそのゾーンの中通ってなかったですね、じゃあマイナス2点ですよ。上本審査員から見えないこのジャッジのポイントは、例えばその山田審査員がいたりとかして、そちらはどうですか、あ、こちらは通ってましたっていうことで、はいはいはい、はい、エリアを通ってる通ってないっていうのは、はい、全部ドスで管理はできないものなんですか。どうですか、まあ、GPS を使ってるとどこを通ったっていうポイントは、まあ、計測はしてはいるんだけども、精度的なものとかそのセンチメートル単位のものになってくると、人間の目視でやった方がまだできる部分っていうのは多いんですね。じゃあ補足的な感じを審査員がやってくれてる。はい、そちらを確認してもらってる。過去ドスを使う前というのはその走りの良い悪いっていうのは全部審査員をやって、まあ、使ってやってたんですけども、そこは全部良い悪いっていうのはこちらでやって、その人間の目で見た方が信頼性があるゾーン判定みたいなものは今審査員の方にやっていただいてると。今回すごく速いハイスピードコースなので、じゃああの選手が何キロを出してどのぐらい点数がプラスだったのかっていうことも全部ドスで分かるんですよね。そう、速度も出ちゃうんですかね。はい、だから速い選手の方がプラスと勝てになるんですか、はい、どういうルールになってるんですか。侵入の1セクターとよく言われる、まあ、一番最初のセクターですね、そこに関しては侵入の最大スピードを見てます。でそれがいいわ、まあ基準があってですね、それを越したか越してないかというところで加減算をすると、うん、でそれ以外の区間に関しても速度というのは見てて、平均速度がやはり基準を満たしているのか満たしていないのかというところで点数の加減算が行われるようになってます。あと1個ちょっと気になったことがあるんですけど、昨日の多分試合で斉藤大吾さんが102点、はい、101点ですね、101点ちょっとですね、はいはい、これってその100点満点とかではないんですか、はい、審査として。そう、満点法ではなくてですね、あくまで基準を全て満たすと100点になるように設定はしてるんですけども、それを上回る走りをした分はちゃんと評価しましょうねというところで、100点以上も出るように今現在のシステムになって、最高点っていうのはどれくらい出るもんなんですか。厳密には決まってはいないような、決まってはいない、決まってないですけども、ある程度その上昇幅というのは少しずつ緩くなっていくので、だいたい今まで出た数字で多くて102か103ぐらいなのかな、それ以上は今まで多分起こってはいないんだと思います。100点を取るのもすごい至難の技なんですけど、それ以上に選手たちが車を進化させたりとか自分の技術を進化させてるのでびっくり点がついたりするんです。あ、そのびっくり点がその、はい、100点を超えた点数っていう、計算した以上のことをやってきたねっていう。でもそれが150点とか200点っていうのはちょっと現実的ではないんで、もう100点がもう難しいです。100点を超えたらもう化け物レベルってことで、すげえみたいな、これはすげえというのが、はい、まあ、100点以上という。そうですね、あ、なるほど。じゃあ斉藤大吾さんやばいんですね。そうですね、まあ、見るからにすごかった、ね、まあ、スピード高かったですしね。スピードの数字から言うと昨日の斉藤選手の走りかなり規格外で、練習走行時点の最高スピード彼200キロ行ってたんですね、進入が。200キロっていうのはその基準で言うと速い方なんですか。相当速い、めちゃめちゃ速い。他の車はだいたい170とか、ね、全然違いますね。いう車も多かったので、そこからするとまあ、トップ5とかトップ3は180以上の走りをしてて、190でかなり速いって言ってて、はい、180台でもう速い部類だったんですけども、それをまあ通り越して200キロで、その次 の2セクター3セクターってもう曲がり出しているところ、ここのスピードも彼に関しては昨日は140キロ以上出てたんですね、はい、でこれがどれぐらいすごいかっていうと、他の参加者のだいたい平均的なスピードが120キロ台です、うん、曲がっているこの区間だけで最大スピードが20キロ以上
ということで今チェックラインが始まりましたので、せっかくだからじゃあ審査員席から見てみますか。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。塚本さん、これ今、はい、上に上がってきたんですけど、はい、こちらがジャッジ席ですね。ジャッジ席、上本審査員と野村健さんと鈴木学さんと辻さんと皆さんがいつも YouTube で見てるメンツが並んでるところが、まあ、こちらですね。一般の人はまず入れない、ね、今チェックラン D1 のチェックランっていう走行の時間なんですけど、昨日のベスト16に残った人たちが走ってます。だから16台ですね。コースインしたばっかりなんですけど、コースインしたばっかりなのに激しいですね。今一応体を温めてるっていう状態ですね。じゃあ次の週からもっと、でもやばいっすね、初っ端から、ね、向こうにトレンド上にオレンジ色のオートバックスの看板があるんですけど、はい、それよりもっと後ろですね、黒いレクサスの看板があって、そこら辺がスタート地点です。そこからもう2、3、4とかこう加速してきて、で150キロのちっちゃいあの看板があるんですけど、はい、そこを過ぎたところから大体みんな振り出してるんですね。なるほど。でそこのこのコース上にボックスって言って白い白線が書いてあって、そこがゾーン1です。今ここから見える手前のあんな感じですかね、はい、そこのところをリアタイヤを通してくださいね、リアを通してくださいね。あ、後ろタイヤがあの後ろの中に入れば、後ろタイヤもしくはバンパーそこに入って通してくださいねって今走ってくるんで、今斉藤大吾選手入ってきまして、あ、奥にも白い白線が、そうですね、今ちょうど通ってるのがゾーン1、ここが2で、ここが3、今ゾーンを確認しながらコースインしてきました。だからもうドリフトしながら速い速度で鋭い振り出しでゾーンを全て取って初めて100点なんです。なるほど。100点を超えるっていうのはさらに何かすごいことをしないといけない。でさっきのこのドステントとやり取りしてて、今何点だったとか、あのドスはちゃんと動いてるのかなとか、もう大会の点数だったりとか、もうみんなの走りに沿ってちゃんとジャッジできてるのかっていうのをやり取りして、なんかピーピーしたところですね。そうですね、うわ、ピーピーしておりますよ、はい、これが今テントの下にあるモニターで、これ実際お客さんが見える状態ですか。そうですね、これは追走の時の画面になってますね。こう点数が誰々選手対誰々選手、点数があって、でマイナスをされたかどうかっていう、でここにゾーンの1、2、3で、でセッター 1、2、3、4、5っていうのがあって、あー、なるほど、ここにいろいろと表示されるんですね。でここ先行者はこんな感じでした。ここはあの各選手に指令を出すスポッターエリアなので。スポッターって何ですか。スポッターっていうのは選手と無線でつながって選手に指示を出すんですね。選手の目となって、この審査員席からはこう見えてるよ、こういう情報だよ、こういう点数だよっていう。各選手に全員スポッターってついてるんですか。そうですね、ほぼ全員ですね。あのつけたくない人はつけなくてもいいんですけど。あ、つけない人もいるんですか、中には。まあ、日々野さんはつけないことが多いですね。あ、多いですか。塚本さんがスポッターになったりすることはないですか。私がスポッターになることもあります。それはあのスポッターの勉強をするっていうのと、いつもの俺の気持ちを味わってみろっていうなんかちょっと罰なんですけど、だお客様はこういう画面で、あ、何々選手が何点だったから勝ったんだねっていう分かるんですけど、スポッターエリアではどこのセクターが悪かった良かったっていうのが分かるんで。この下のは一般席には表示されてないやつですか。されてないと思います。あ、なるほど、はい、ここはスポッターが見て、なぜかというと細かすぎてお客さんだとは分からないじゃないですか。なるほどなるほど、はい、なのでそこは学さん、鈴木学さんが見てあのこうだったこうだったっていうのも解説するんで、なるべく解説を聞きながら見ると分かりやすいかなって。じゃあここ結構激レアな映像なんですか。そうですね、本当にあの参加してる人じゃないと多分ここら辺は分からないんじゃないですかね。ということでですね、今ね、回っていたらですね、YouTuber の方と出会いましたのでご紹介します。どうぞ、ノリヤローさんです。ノリヤローアレクシです。よろしくお願いします。アレクシーさん。
はい、今日は一体どういったご用事で来てるんですか。今日は、まあ、今年、D1 グランプリが生配信でやってますね。で英語も日本語版もある。私は英語の版を英語であの配信やってます。じゃあ今日はもう完全にこちらの D1 の裏方の方で。はい、私は D1 のために働いてるんですけど。普段からこの D1 は毎回呼ばれてやってる感じなんですか。うん、あの今年と去年も全ラウンドも あれも FIA のインターコンティネンタルドリフトカップも。インターコンティネンタル IDC ってだって日本語でインターコンティネンタルドリフティングカップって。でも日本語すごい上手いですね。いや、まあまあまあ、まだまだ、まあ、10年間ぐらい日本で住んでます。活動拠点っていうのはどこになる、何県になるんですか。私は東京に住んでます。東京からこっちに来てるんですね。わざわざありがとうございます。はい、まあ飛行機だから早かった下記の概要欄にですね、のりやろうさんの URL 貼っておりますので皆さんチェックをよろしくお願いいたします。お願いします。ドリフト好きな人はチェックしてください。チェックお願いします。テントにはね、今からこの D1 が行われてるコースを助手席で味わってもらおうかなと思って。そういうことできるんですか。D1 のスーベニアショップで1000以上買うとくじ引きができて、それのこの抽選ができる、タクシーライトの助手席をかけた抽選ができて、当たった方が今回は D1 ライツと D1GP のマシンなんですけど、はい、この横に乗ってコースを走ることができる。誰のに乗るのかわからないと。わからないですね。じゃあ行ってきます。去年のチャンピオンで今年もチャンピオンがかかっている横井雅史選手の横に乗せてみたいと思います。横井くんも YouTube やってるんだよね。で、YouTuber でもあります、横井選手です。よろしくお願いします。多分1000馬力あります。横井雅史です。去年はシリーズチャンピオン取ったんですけど、今年はちょっとまだわからないんで、皆さん楽しみにしていてください。進入速度がやっぱ全然違いますね。安定感もそうですし、はい、D1GP のスタートより全然こう短いスタートなんで、加速はまだトップスピードいってないんですよ、はい、あれでトップスピードいってない。多分6割ぐらいのチャチャーみたいな感じだと思うんで。今のでどれくらい出てるんですかね。今は多分140-150かな。あ、それでも140-150はだと思いますけどね。はい、そしたら塚本さん、ここは一体今どういう状況でしょう。はい、今ですね、ホットピットっていうところにいます。これから追走が行われるので、仮にこうコース上にピットを設営して車が走って戻ってきたら簡単なメンテナンスするっていうスペースですね。ここはもう特別なメディアも入れないところじゃないと入れないところですね。ピット作業っていうのは、まあ具体的にどういうことがあったりするんでしょう。もしぶつかったらその修復作業を5分以内に行うとか、あと主にタイヤ交換だったりエアーツのチェックだったりとかっていうものになりますね。なるほど。簡易的な、簡易的ですね。基本的に追走中にもしぶつかったら5分以内に直さないと負けなんですよ。あ、5分って決まってるんですか。5分ルールっていうのがあって、そのエアロが外れた状態で走るのとか、そういうのは別に問題はなんかある。エアロが、まあ、追走してる時にエアロがちょっと外れた場合は、まあ、そのまま走り切るんですけど、戻ってきたら
仮に固定してもう一回走ります。固定するのはあのすぐできることなんで、はい、なるほど。簡易的にもとりあえずつけておかないといけないって感じ。そうですね、基本的にはあのよっぽどぐちゃぐちゃになってなければ。めっちゃピリピリしてる感じが伝わってきます。これはタイヤを温めてるんでしょうか。今走行する前に車両がここであの塩化機とかいろいろしてるんですけど、これは皮むきですか、それともタイヤの温めですか。両方です。新品タイヤで行く人は皮をむかないと滑るし、あのずっと、ね、待ってる状態だとタイヤが冷えるんで、バーンアウトしたタイヤを温めて、あともうハンドルをこうグリグリしたりとかフロントタイヤをなんとか温めて、もうここから良いドンなんで、タイヤの状態をもう万全にする。ここで今準備運動してる。準備運動です。ドライバー自身もやっぱりもともとすごいんですけど、もう技が進化してきてるんで。技ですか。はい、もう細かい技ですね。あの例えば D1 グランプリって、約19年ぐらい前にできたんですよ。その時のドリフトと今のドリフトではもう多分このぐらい進化してます。パワーもやっぱ昔と比べると全然違いますね。上がってきてる、はい、今のライツのマシンぐらいですごいなって言われてた D1 の時代があったんですよ、はい、そこに比べたらもう本当に排気量だけでも2倍ぐらいになってるし、馬力だけでも今はもうだいたい1000馬力が普通ぐらい。そうですね、1000馬力ある車がたくさんいますね。今回はですね、あの単走のルールとかドスって何とか追走ってどうすれば勝てるのっていうのを説明してきたんですけど、
あの初めての方がポンと D1 グランプリを見に来て十分楽しめる大会でもあるんですよ。音もすごいし、やっぱ白煙もこの現場でしか匂えない独特の、そう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 、だからもう本当になんかえそんな速いのとかそんな横向くのとか煙そんなに出るのでもいいですし、はい、なんか86が好きだから応援するとかスープラが好きだから応援するとかでもいいんで、あの、はい、ぜひ一度ですね見に来ていただいて、で来年のスケジュールがもう出ていて、え2020年、もう来年出てるんですか。そうなんです、 D1 グランプリと D1 のライツ、私が出てる方のライツの閉鎖も多いので土日で D1 ライツ、 D1GP 両方とも見れるっていうのが結構出てるんで、 D1 グランプリのホームページを見ていただければ。 D1 でじゃあ今まで使ったことのないようなステージで、はいはい、来シーズンはやりますね、やる感じです、はい、それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーへジャイ。